使えない？使える使える。マグナム一発撃っても死なないのこいつ。うわ目の前に来たよ。サイドステップするでないよ。血が垂れてる。じゃあお邪魔します。オープン。まあここは逃げろってことですね。動画2本分失敗しました。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。黒とホラーの英才教育こと藤田美城です。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。はい、今ですね動画2本分、まあおよそ2時間ぐらいですかね、録画してたんですけど、ゲーム音声入れるのを忘れてボツになりましたというわけで一回やったとこもう一回やります。あー悲しい私はちょっともう一回演技するってことができないので、ちょっとやったとこもう一回やります。悲しいけどもやっていきましょう。うわー、なのでなるべく説明しながらいければいいかなと思います。うん、というわけで前回ねここに行く手前で終わったんですよね。うん、ここから池叔父に会うために頑張っていきましょうっていう感じです。よし、じゃあ早速やっていこう。いや、ショックだわ。そしたら。This must be their den. うん。ここもうね、見るからに敵がいっぱい出てきて戦うんだろうなっていうところです。ここね、無駄に戦っても多分、無限脇なのかわかんないけど、相当敵と戦わなきゃいけなかったんで、多分無視していっちゃっていいのかなっていう感じがします。うん。というわけでここはちょっとサクッといっちゃいましょう。そう、いっぱい出るのでちょっともう無視でもいいと思うんだよね。あれ、これ使えない？使える使える。まあこう道なりに、進んでいって、なんかある、まあ、拾えるものは拾いつつ、で、なんかここでね強そうなやつ出るんですよ。なんでちょっとドギャンして、あ、もう何もないのか。まあじゃあショットガンで行ってもいいかな。あー、やばい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 、なんかいるいるいる。あれ、これショットガン、このショットガンでいいんだっけ。ちょ、待て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 、もうやだやだ、私マグナムで撃っちゃうよこれ。ちょっと待って待て待て、マグナム一発撃っても死なないのこいつ。死んだ、撃って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 、リロードしちゃったー。撃って撃って撃って、おい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 、サイドステップするじゃないよやばいやばいやばい、死んだ死んだ死んだ、回復して回復して、とりあえず回復して、そして撃って、オッケーで、拾いながらリロードする、リロードしてる、うん、で、ちょっと拾いましょうね。ふう、なんかね一回ここでね BGM が止まるんだけど、また敵湧くんだよね。ちょっとこれだけ拾う。うん、だからあんまりねここぐるぐるしてるとまた敵が湧いちゃうんで逃げましょう。よしよし、いいぞ。いや悲しいわ、めっちゃいい感じだったのに。よし行くぞ。うん、オッケー。すいません、今日なんかね喉の調子が悪くて、まあさっきからなんですけど、やりながら結構お茶飲んだりとかしてるんで、動画ちょっとカットしてつなぐみたいなとこが多いと思うんですけど、それお茶飲んでるだけです。なんもないかな。うん、オッケーっていう感じで、まあ今のところはね。そう、最初はさ一生懸命さ来る敵来る敵全部倒してて一向に減らなくて、で上登ってきて、なんだ上登ってきちゃえばよかったんじゃんと思って、じゃあアイテム回収しようと思ってもう一回戻ったらまた敵が湧いたんで、多分戻ったらまた敵湧くと思うんで、ここはそのままスルーでいきます。で
じゃあ行きましょう。いや、さっきね結構進んじゃったんだよね。なので悲しいですね。そういうこともあるんですよ。でも人間ね、ミスもあるもんです。あ、ちょっと弾作れるかな。ショットガンの弾が本当にねなくなっちゃうよね。 OK、 よし。まあやっちゃったところだ。さっさと行くぞ。そうしましたら、ここを通ります。ここがねすごいんですよ。ちょっと横向きながら見て、これ微妙に見えないほら、うわーすごいなんかね、みんなお食事中ですね。そんな体勢で食べづらくないのかなっていうね。いやすごいですね。さあ通りまして、怖い怖い。で、なんかあるかな。お、じゃあちょっとタイプライターあるんでセーブしちゃいましょう。お、あ、さっきこれ拾ってないわ。あ、よかった、見てない見てないこれ。明けに王の伝令が来て我が軍の撤退を告げた。なんだろう、うん、誰のあれだろうね。あ、聖杯と呼ばれる石の台座。うん、何のメモだろうね。まあいいや、ちょっとセーブします。 OK、 セーブしたんで、じゃあ行きましょう。そうでね、さっきね、あの楽器職人の、あーそっか、ここはあれか、楽器職人の鍵をね拾えたんですよね。拾えたじゃないや、使えた。さあここでね大きい矢作るんで、もうサクッと倒しましょう。さあおいで、やばいやばい、うわ目の前に来たよ。いた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 、死んじゃう死んじゃう。そう一回逃げて回復しよう。もうマグナも私は撃っちゃうよ。上にいる、あれ上にいる時もしかして意味ないのかな。ちょっと待って、雑魚がね多分湧くと思うんで、リロードして、あれ、あ、ちょっと待って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 、痛い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 、待って待って、さっきより倒すのに苦戦してる、さっきより苦戦してるぞ。リロードして、痛い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 、待ってさっきより苦戦してる、私さっきより苦戦しているさっきより苦戦している。死んだ、まだか、まだらしいですね。さっきより苦戦してるな。当たった今の、まだ生きてる、やばい危ない。え、さっきより苦戦してる、倒した、オッケー、よかった。ちょっとオッケー、ふう、あれさっき結構すんなり倒したんだけど、さっきより苦戦しとる。いやーかっこいいね。うん、じゃあアイテムを拾いたい。これだけ、いやまだなんかあるな。この辺にいっぱいあるね。あー、さっきあれだ、爆弾とか投げたのかな。うん、オッケー、これで拾ったね。マグナムの弾ってもうないかな。ないね。じゃあ間違えた、グレネードランチャーをショートカット入れて、で回復しといてオッケー、うん、よし、じゃあ行きましょう。あいつねここで戦うんだね。そうで、ここがめっちゃ綺麗って言ってさっきすごいびっくりしたんですよね。あ、もしか
しかしてあれは宝石か？ちょっと待って。あ、宝石かも。あ、すごっ。めっちゃあるじゃん。え、ちょっと待って、やばい、さっき気づかなかった。これやり直したら意外といいこともあるもんだ。まだある？ん？ちょっと待って、これは？これ拾うだけか。あ、さっきこれ全然拾わなかった。よかった。あ、めっちゃいっぱいあるじゃん。嬉しい。まだある？落ちてる。おう。で？ちょっと待って。もうない？なさそうだね。よし。じゃあ行きましょう。で、あ、そっか、ここだね。アイテム拾っちゃって、さあ、ここにローズちゃんがいます。取ります。Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan.Damn it. よし、というわけでね、うん、全てのフラスコを祭壇に収めると、祭壇はあのデュークがいるところだね。なんて説明したらいいんだろう。まあ、あの画像貼っときますお、そう、これで、ね、あれなんだよ。地図でずっとさ、なんだろうって言ってたこの砦の地下に眠る至宝っていうのがこれですね。うん、いいですね。そしたら、あれ、もう何もない？ OK。じゃあ行きましょう。そう、さっき進めちゃったところまでやった方がいいかなと思ってて、やるつもり。うおーおーおー、これ運転苦手なのよ。うおーおーおー、ちょ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 、よよよよ。これは何度やってもあれですね。同じですね、下手さは。カリブの海賊みたい。あのディズニーランドのね。よし、降りよう。さっきやったところまで果たして何分ぐらいでいけるかなって感じですね。動画1本分でいけたら万々歳だし、ちょっと上に登るところもあるんだけど、先こっちから行きます。アイテム取って、アイテム取って、魚の写真。こういうのはあのお宝的なね感じなんだろうね。いや、でもさっき宝石ね拾わなかったから嬉しいな、今回宝石を拾えたのは。さっきさ、ここの壁がさ、あれ、これ壊せる壁かなとか言ってパイプ手榴弾投げちゃったんだよね。もったいなかった。もう終わりかな。うん。で、そう、戻る時に、戻る敵にだって。戻る時に敵が出るので、敵を、死んだ？倒しましょう。サイドステップするでないよ。ちょっと死んでくれる？あなた死んでくれる？ OK。 もう一人いるよね。すごいサイドステップするのよね。サイドステップどころじゃないな、もう。おいで、まっすぐおいで。今の当たったの？あまり当たった感じしなかったけど。ちょっと、死んだ？ OK。よし、じゃあ行きましょう。あれ、どこだっけ。
あ、いいのか、上で。で、階段登って、階段じゃないや、はしごね。で、そう、ここに出るんだよね。この反対側から鍵の。どうやってここは行くんだろうと思ったんだけど、うん、ここに出ます。そしたらちょっとあの楽器職人の家に行こうと思います。すいません、本当に喉っていうか耳というか調子悪くて、時々あの下向くと治るんでね、前も言ったかもしれないけど、下向くと耳が詰まるのが治るので、まあ、喉の調子が悪いから、その耳が詰まってるんだけど、喉というか鼻というか、まあ説明はどうでもいいんですけど。そう、下向くとね、耳が詰まったのが治るんで、たまに下を向いてるんですよね。血が垂れてる。で、あれ、どっちだっけ？楽器職人の、家に行きましょう。これね、うん、行方不明につき封鎖でアイテム取って、ねここにね、ちょっと待って、ガンパウダーと、そう、この人形のさ胴体がやっとあったのよ。弾拾って、うん、オッケー。そしたら、あれ、どこだっけ？こっちか。ここがね、楽器職人の家ですね。うん、家主が不在の、長期不在のため家の鍵を預かっておりますと。じゃあ、使いましょう。OK。で、この辺なんかあったっけ？あるね。あ、さっきとアイテム違うかも。やっぱランダムか。うん、なんもない。で、やっと楽器職人の家に来たんですけど、ここにすごい目立つハッピーバースデーがあって、で、270927って書いてあるんですけど、これがね、ちょっとパスワードになってるんですよね。箱は壊して、薬液でこれね、よし、 OK、 開いたね。うん、かっこいいね。で、あとこれがライフルのパーツかな。そうですね、パーツはつけちゃいましょう。うん、 OK。 そうでね、もう私前回もその失敗したやつも入ってきて、すぐに、あ、なんかハッピーバースデーあるって言って、まあすぐにね、ここに来て、あ、これあの、ハッピーバースデーのやつが鍵なんじゃないのって言って、鍵開けたんですけど、あの、ちゃんとここにね、メモあったんですよね。うん。あの子の5歳の誕生日っていうね。はい、ちゃんとヒントありました。よし、行きましょう。なんかね、ここね、そう、まだなんか調べ途中になってるんだけど、私、他に何のアイテムがあるのかわかんないんだよね。うん。なので行っちゃいます。よし、じゃあちょっと、戻りましょう。さあ、戻ってきたので、じゃあ、デュークのとこ行って、どうせデュークのところがね、あの、進む方向なので、ちょっと人形とかを売っちゃいましょう。なんか喋ってますね。これを、組み合わせできると思うので、うん。OK。なんかね、確かね、組み合わせないでバラで売るよりも、10倍ぐらい高かった気がします。うん。OK。そしたら全部のお宝売っちゃいますね。いいね、お金めっちゃ貯まった。そしたら、いろいろ買いたいものがあるんですけど、手榴弾のレシピは買いたいです。うん。で、さっきね、閃光弾のレシピも買ったんだけど、別にいらなかったかなって思ったんで、ちょっとやめておきます。
Food is life. で、武器カスタマイズいきましょう。マグナムの威力上げます。Aha. で、ショットガンも威力上げます。ハンドガンも威力上げます。One moment, please. で、後で、アイテムスロット拡張がもう一段階上のやつ、5万円ぐらいだったかな、のが、お店に並ぶので、そのためにちょっとお金を取っておこうと思います。Good day then. Thank you. OK. じゃあちょっと、一回セーブしましょう。うん、OK。そしたら、さっきはね、ここでちょうど一個のね、動画が、キリがいい感じだったんで、ここで終わったんですけど、今回はこのまま撮り続けちゃおうと思います。で、ここが祭壇だね。ここに、拾ったローズちゃんを、使っていきます。What was that? 今のあれなのかな？ローズちゃんの記憶なのかね。まあじゃあこの調子で全部はめていきましょう。OK、 じゃあ行きましょう。じゃあこれでね、これ前に来たとこだね。こっち行くとこのね、お宝があったとこですね。私の今の希望としては、さっきはここから2本目の動画が始まったんですけど、今このままぶっ続けで撮って、でさっき進んだところよりももうちょっと進んで終わりにしたい。で、動画を2本分にするっていう私の目標がね、今あります。そしたらなんかこうかっこいいよね。ちょっとニーヤっぽい感じもあるけど、そしたらここに、これを使いますと。こんな重いものさこんな大きなもの持ってたのって感じだよね、 E さん。さあさあ行きますよ。いや、いいよね。なんかね、まあ、さっきも同じこと言ってるんですけど、今回のこの最後のステージが、今までで一番好きだね。なんか今までのステージは、この最後のステージのためにちょっと控えめだったんかなって、まあ私的にね、他の人はそうじゃないかもしれないけど、そうだったのかなと思うぐらい、最後が結構迫力とかもすごくて、私は好きですね。うん。さて。OK。で、こちらね。さあ行きましょう。新たなる地へ。ほら見て。めっちゃ良くない？めっちゃいいわ。じゃあちょっと一回セーブしますね。よし、OK です。いやー、いい感じでしょ？すごいよね。まあ、動画にするとちょっとグラフィック落ちちゃうんだけど、画質がね。ああ、Ethan Winters. Welcome. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau. これいけないよね。I suppose you survived worse back in America. いけないね。I like you. 気に入ったらしいです。ありがとう。I'd like to speak to you about Rose and Miranda. うん。Oh, come on in.Don't worry. 怪しい。It's not a trap. そういうやつが一番怪しいんだよっていうね。What are you planning? なんかこの草むらなんかあんのかなと思ってさっきちょっと見たんだけど、多分何もないと思います。さあ行きますよ。
さあ、ここからちょっとね、結構大変なんで頑張りましょう。うん、じゃあお邪魔します。まずはアイテム、ちょっとなんか作れるかな。回復1個作って、ショットガンの弾、うん、OK で、こっちはいけないので、うん、いけないね。じゃあこっち行きます。さあ行きましょう。いいですよ、ここすごいいいから。雰囲気がなんもないよね。なんもないね。さあ行きますよ。オープン。ちょっとなんかバイオセブンっぽさもあるよね。薬液で、ここは、他は何もないんだっけ。何もないのかな。うん、 OK。 じゃあこれだね。What the hell? Mia?Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Demnant. Shut your fucking hole! Sorry about that.Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An emeronic freak.It's a test to see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful that kid is? Even Miranda's scared of her.Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. まあここは逃げろってことですね。冷静に逃げます。戦っても多分勝てないと思いますので、そのまんま逃げたいと思います。さっきも冷静に逃げました。どうせ逃げるんでしょうとか言って。まあどう考えても落とされるだろうなって思いましたよね。だってなんかあんなにあの穴の開いてるとこギリギリに椅子を置いてさ、絶対落ちるんだろうなって思ったんですけど、やっぱりね、落とされましたね。そしたら、あ、なんかあるね。ちょっとね、弾をねめっちゃ使うので、まあ私だけかもしれないけど、この後多分めちゃくちゃ弾を使うので、
弾をいっぱい作りたいところですね。スクラップとかありがたいね。だからさて、じゃあ行きましょうか。そう、この辺でね、このね、ザコちゃんがなんと VR ゴーグルみたいなのをつけて現れるんですよね。ちょっとバシバシ撃ちます。リロードして、リロードはちゃんとしないとね、弾なくなると困っちゃう。全然死ななくない？死な？ OK。 うん、さっきだってこんなにさ100発とか弾あったのにさ、最後15発ぐらいになっちゃったからねそう、なんか今までのね、ザコちゃんがね、謎の VR ゴーグルをつけて、ちょっとヘッドショット一撃がそのゴーグルを破壊する分に回ってしまうっていう感じですね。よし、じゃあ行きましょう。あれ、開かない。オッケー。さてさて、じゃあ登って、いや、この手はさ大丈夫なのかね。見てこれ、すごい良くない？ I've got to get upstairs。 いやー、これめっちゃいいでしょいい感じですよ。アイテムは取りまして、いや、これさ、なんかすごくない？すごいよね。いや、ここね、めっちゃ重いんですよ、画面やっぱすごいいっぱい作り込まれてるからね。そしたら、あ、そか、これあれだ、またボール入れるやつがあるんだ。まあボール持ってないからね。まあ、そして私これやってないですけどね他のやつも、あの最初の夫人のところにあったやつだけやりましたけど、他まだやってないですね。この部屋も何もないのかな。 OK。 そしたら、あ、そっか、あ、そっか、あ、ここでデュークいるのか。あ、なんだ、じゃあちょうどよくセーブできるじゃん。 Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. そっかそっか、じゃあキリいいから一回ここでセーブしようかな。うん、その方がいいような気がします。ちょっと売れるものあるかな。Seeking something in particular? 結晶のかけら売れますね。 Little and often fills the purse, で、もしかして、あ、買える買える、そうそう、アイテムスロット買いましょう。うん、 OK。 Thank you for your patronage. どうもどうも。あ、よかった、そっか、このままぶっ続けで取っちゃって、まあ、そのあんまり区切りのいい感じじゃない、区切りのいい、切りのいい感じじゃない終わり方になるかなと思ったんだけど、ちょうどよくセーブありましたね。じゃあ一回ここで終わりにしましょう。というわけで次回の分も、やっちゃったところなんで、ちょっとあんまり面白みがないかもしれないんですけど、その分ちょっとあんまり、積んだりせずにね、できると思うので、またそれはそれでよしって感じで、やっていきましょう。はい、というわけで、じゃあこの辺で終わりにしましょう。まだまだね、池王子と戦うまでには結構あるのかなって感じですね。うん、このマップすごい面白いので、次回も楽しみにやっていきましょう。というわけで、この辺で終わりにします。じゃあ最後にね、今日もヴィレッジ面白かったって思ってくださった方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。あと、SNS やっております。Twitter よかったらフォローしてくださると嬉しいです。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。